野口瑠城5月29日から1945年1月27日は、詩人、童謡、民謡作詞家。多くの名作を残し、北原白州、西条八重と共に、童謡界の三大詩人と歌われた。本名、野口英吉。海鮮丼屋を営む名家の長男として、茨城県多賀郡磯原町に生まれる。父、良平、母、る。 四年生小学校、四年生高等小学校を修了後状況。東京専門学校に入学し、坪内商用に指示するが、一年余りで中退、施策を始める。この時1901年、英吉19歳。父の事業失敗と死により、1904年、故郷に帰り、家督を継ぐ。この時、家の没落を防ぐために、家族から、 栃木県の資産家の娘との政略結婚をお膳立てされており、英吉は同い年の高志を広と結婚するが、もともと気の進まない話で、後年、破綻する。この頃酒に溺れたというが、試作にも打ち込み、調参会などで発表していた。右上の号を名乗ったのもこの頃である。1905年諸女民謡詩集、枯草を見とから、自主出版。 しかし反響は得られなかった。妻広は1906年に長男のマサを産んだ。しかし友情は窮屈な家庭を飛び出し、事業で一旗あげる名目でカラフトに渡るが失敗。一緒にコルサコフまで伴った芸者に金を持ち逃げされてしまい、残った金でリンゴを貨物列車の一両分、東京に送ってウロうとモ論ロンガが腐ってしまった。妻広が上京して、 宇宙を連れ戻しに来たが、そのまま東京に留まり、詩人になると宣言。1907年1月より、朝花夜花なる民謡月間を発行するが不発。同年、三木露風、相馬漁風らと共に、早稲田詩者を結成するが、その後しばらく施策から遠ざかる。この時期、宇宙は北海道に渡って新聞記者となっていた。 小樽日報に勤めていた時には同僚に石川拓木がおり交友を結んだ。宇女は当時の主筆に対する排斥運動を起こしたが破れて退社し、拓木とは1ヶ月足らず机を並べただけに終わる。小樽日報を首になったちょうどその頃、妻は女児緑を出産したが、この子は1週間ほどで亡くなった。後の シャボン玉はこの時溶接した娘のことを歌っていると、されるが、根拠がないとする向きもある。右女は、北海道で6つの新聞社を転々とした後、1909年、一旦は帰郷するも、すぐまた上京してしまう。1911年、母の死を契機に、再び郷里に戻り、家の植林や農地財産の管理などに従事するようになったが、文学への執着は捨てきれず、 悶々とした生活を送っていた。1914年、宇城は、寺の当時のために、岩木湯本温泉を訪れるが、この時沖や柏屋のお小隅軽井の執筆で倒れて、あとは、療養に専念。1945年疎開先の栃木県河内墳、姿、河村鶴田の羽黒山麓で死去。そこに、野口宇城急遽が保存されている。 1919年週、都会と田園により、師団に復帰、斉藤佐次郎により創刊された、金の船より同様を、次々と発表。藤井清水や中山新平や元折長代と組んで、多くの名作を残した。他方同様と共に盛んとなった、新民謡にも力を注ぎ、1935年には、日本民謡協会を再興し、理事長に就任している。 日本各地を旅行し、その地の民謡を創作した。また同じ年の1月、仏教音楽協会も設立され、宇城は評議員に推薦される。仏教音楽の研究に加え、新仏教音楽の創作や発表、普及にも力を尽くした。野口宇城の成果代表作は、十五夜お月さん、七つの子、赤い靴、青い目の人形、シャボン玉、黄金虫、 あの町この町、雨降りお月さん、正常寺の狸林、よいよい横丁など、迷挙にいとまがない。他に、羽生の港、仙道高田など、ありがとうございます。